こんばんは。ただいまご紹介に預かりました、日本ハンドル協会の新藤と申します。僕の方からですね、まずグーグラ用の、オーバービューと題しまして、このイベントでですね、グーグルの方から発表されたいろんな、新しい、情報とかですね、そういったものを2012-07 っていうふうにですね、ツイッターのハッシュタグの方を、スライドに移してたんですけど、そちらの方でちょっと私の方からつぶやいたんですけど、この URL で、この資料をご覧いただきますので、よかったらちょっとツイッターの方をチェックされて、ご覧ください。ちょっと自己紹介ということで、私、日本アンドロイドの会、埼玉支部の支部長をしておりまして、あと、今回の方でコミュニティ運営にします。よろしくお願いします。早速、IO のお話始めさせていただきます。IO がですね、開催される場所ですね、これちょっと僕ちょうど泊まってたホテルから真ん前に見えてたんで、これはモスコンセンターっていうところですね。そのピンが立ってる建物ってフラットの感じですけど、これが会場になっている建物です。当日、始まるとき、まあ、1分前になるとカウントダウンが始まって、2ってこの画面が2のところなんですけど、1ではバーって感じで、すごい盛り上がりを見せてました。で、最初、Google IOのキーノートが始まるわけなんですけど、その内容をちょっと順を追ってですね、ご紹介させていただきたいと思います。で、私の方から、発表させていただきましたアジェンダとしまして、こんな感じで、最初に IO で発表された、新しいですね、話題、それから、Android の開発をですね、重点的に、JDB のお話をちょっとさせていただきます。それから、ちょっとそれ Android を取り巻くプラットフォームの話とかですね、そういったものをちょっとさせていただきます。で、Android デベロッパーズツールス、これちょっと、ちょっと時間があれば、いきたいと思いますけど、開発ツールで、NexusQ と、Chromebox、こちらちょっと新しいデバイスになってますね。私は先ほど申し上げました通り、ちょっと埼玉支部でやってますので、ここでちょっと NexusQ と Chromebox をお持ち帰りして、みんなで開封しようというイベントをちょっとやりましたので、そういったお話をちょっとさせていただこうと思います。早速、お話になります。What's new in Google っていう感じで、ちょっとこれ Day 1キーノートと Day 2キーノートっていう感じで、ちょっと2つに分けてるんですけど、昨日と基調講演ですね、1日目と2日目の午前中に、グーグルアイオの場合開催されまして、その中で出たお話というのをちょっとかいつまんでお話ししたいと思います。早速、ジェリービーン、これはもうキーノート1日目の一発目にジェリービーンの発表がされました。で、こちらドーンと発表されたんですけど、 Android 4.1、 5じゃなかったですね、直前ぐらいにちょっとしましたけど、じゃなくて 4.1 でしたね。マイナーバージョンアップのような感じなんですけど、既存の機能が、新しいものっていうのはそれほどなかったんですけど、そうですね、今までの機能がいろいろブラッシュアップされて、使いやすくなったというようなイメージです。それから、次に、Google プラスですね、こちらも、リバースでプラス1の1の要素ですね。ちょうど Google プラスが始まって、1周年ということでですね、Google プラスもいろいろ画面が綺麗になったりとかですね、アップデートがされましたっていうような感じですね、報告されました。それから、1日目のキーノートですね、これ多分時間半分ぐらい割いたんじゃないかと。Google Glass っていう新しいデバイス、これが発表されました。どんなものかというと、こういう、メガネの上にちょっとこうかけてですね、こういった形のものです。で、これもデモをやるのにですね、なんとこうスカイダイバーを用意して、これサンフランシスコの上空にですね、飛行船が飛んでて、その中にスカイダイバーがスタンバってるんですね。で、彼
彼らが、Google グラスをつけて、スカイダイビングをするっていうようなイベントで、先ほどちょっと写真冒頭の写真に出ましたモスコンセンターの屋上に彼らがこう降り立ってそこからなんか今度自転車自転車乗ってバーッと走っていって今度モスコンセンターの壁伝いに今度ロープを伝ってバーッと降りてきてで、この会場に、彼らがバーッと入ってくるっていうそういうショーをやりまして多分1日目の日のと時間も、まあ、半分ぐらいこれに使ってさらに、予算も相当使ったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、上空にですね、サンフランシスコの上空に飛行船を飛ばして、こういうことをやりましたでものすごい盛り上がってこれちょうど彼らがこう飛行船から降りてきてですね会場の後ろからちょっとここでいうとこの真ん中らへんから後ろからわーっとこう彼らが駆け抜けてきたんですけどそれを見送る人たちのこう盛り上がりをというか、ちょっと現場の熱気が伝わるかと思います、まあ、こういう感じですね、これ自体はですね中はなんかアンドロイドが入っているそうで、前面についているちっちゃい黒い形ですねあそこがカメラになっててそこでまあ映像をリアルタイムに送信することができる。で、こうちっちゃくて薄っぺらいんですけど、割と中は普通の Android デバイスと同じような感じで、ジャイロセンサーとか加速度センサーとか、GPS とかですね、ああいう Android デバイス一般的に、まあ、Android デバイスに組み込まれているセンサー類とかが一通り入っているそうです。でまあ、1日目のキーノートこんな感じでですね、最後にですね、司会のリックさんが、Android デベロッパーズバッグみんなにあげるよ。で、なんかこう、中身は、ジェリービン入りの Galaxy Nexus と Nexus 7、あと Nexus 9も、でなんかこう、箱をポンポンとこう、横から、助手から受け取りながら、こう、積み上げてですね、こんな感じで、お土産どうぞっていう感じで、1日目の締めになりました。グラスですね、グラス欲しかったんですけど、これ1500ドルで、アメリカに住所がないと送ってくれないとか言って、ちょっと残念ながらこれは僕はちょっと諦めたんですけど、まあ、日本で多分買われた方も日本人の方で何人かいらっしゃるみたいなんでですね、ぜひちょっとそのうち機会があれば見せていただければと思うんですけど。はい、それでですね、2日目のキーノートなんですけど、Chrome とですね、Google ドライブと、Google コンピュートエンジンのお話っていうのがありました。で、Chrome、まあ、主だった、お話としては、iOS 版でリース。iOS 版が出ました。結構ですね、大々的に、やりました。で、僕も早速、この場で自分の iPhone を、Chrome ダウンロードして入れたんですけどね、なかなかブラウザとしての出来はいいんですけど、iPhone でちょっと致命的なのはデフォルトブラウザにできないっていうのがですね、ちょっとなんか残念な感じでした。でそれから Google ドライブですね、こちらもバージョンアップしましてですね、結構、まあ、やっぱり一番 Google ドライブを推してるところは iOS 版です。なんかこう iOS に乗っけたよっていうのが、共にですね、Chrome と共に、強調されてました。あと、まあ、Google ドライブの方はですね、いろいろ、まあ、例えば、オフラインで使えるようになったりとかですね、そういったところも、まあ、いろいろ機能が、改善されたところだと思います。それから最後に、Google コンピュートエンジンのお話。これは Google が、EARTH を始めます。インフラストラクチャーサービスですね。サービス、サーバーの機械ですね、機械まるっと1台というか、まあ、バーチャルですけど、機械をまるっと1台化しますよというようなサービスを、ついに Google も始めるということですね、Amazon とこう対抗していきたいような感じですね。ざっと、まあ、こういった感じで、キーノートの方ですね、発表されました。はい、それでですね、キーノート、まあ、ざっと当たったんですけど、その中でちょっとやっぱり掘り下げたいのは、ジェリービーンのお話ということで、ジェリービーンにちょっとフォーカスしたお話をさせていただきます。で、まあ、ざっと、概要を述べますと、バージョン 4.1 です。パフォーマンス良くなりました。UI が良くなりました。
で標準のブラウザが Chrome になりました。それから、ナレッジグラフっていうですね、ちょっとこれまでの検索とちょっと違う、検索機能ですね、そういったものが搭載されています。それから、ボイスサーチが改善されている。それから Google Now っていうですね、ちょっとまた新しいものが搭載されています。で早速入っていきます。でまずパフォーマンスが良くなったっていうところですね。何よりちょっと強調されてたのがですね、画面の描画がスムーズになりました。スクロールとかですね、そういった、画面描画が、スムーズになっています。これは16ミリ秒のハートビートでずっとですね、描画を、切り分けていく、VSync っていう、技術と、それからトリプルバッファリング、画面の、バッファーですね、バッファリングのところを、改善されていますということで、そういったところからパフォーマンスの向上がなされている、描画が非常に良くなっていますというお話でした。であとですね、タッチレスポンスが非常に良くなりましたよというところと、あとタスクの切り替えが早くなりました。タスクの切り替え、いわゆるアクティビティとかですね、そういったものの切り替えが非常に早くなりました。でこちらですね、ちょっと右下に写真があって分かりにくいんですけど、これちょうどいいタイミングで僕写真撮れたんでですね、これここに載せてるんですけど、右側明るい方がジェリービーンの、これはギャラクシーネクサスかな、なんか2台並べて、片方ジェリービーンで片方は ICS で、パフォーマンスの違い、画面の切り替えの速さをデモをやってたんですけど、左側暗いですよね。で右側の方画面がバッと出てる様子なんですけど、かなり見て分かるぐらいにパフォーマンスが良くなっているという、こういうデモが、されました。それから UI の方もですね、ちょっと多少変わってましてですね、通知領域がまず、通知領域、上の、画面があったらその上の部分ですね、通知領域っていうのはちょっとここがもう形がこれまでの Android と変わってます。それから予測入力が改善されています。それからこれもちょっとすごいなと思ったんですけど、音声入力がオフラインでできるようになりました。これまでネットワークつながってないと音声入力聞かなかったですよね。入れた音声の情報を Google のサーバーに飛ばして、そこで解析した結果が返ってくるというような感じでしたので、今までオンラインでしかできなかった音声入力がオフラインでできる。でそれから、ビジェットの自動調整、これはですね、ビジェットを画面上に配置したときにですね、他のアイコンがニョロニョロってこう受けてくれたりとかですね、そういうので、ビジェットの配置とかやりやすくなりました。それからですね、もう一つナレッジグラブっていう、先ほどお話ししましたけど、ウェブサイトの検索で、以前昔の検索とかだとですね、一番原始的なのはテキスト、入れた入力、キーワードに対して、そのテキストが合致するウェブサイトを引っ張ってくるっていうのが一番原始的な、ウェブの検索かと思うんですけど、それをですね、ただの検索だけでなくて、その知りたいことの答えを検索する。ここもちょっと、写真にありますけど、例えばですね、こういう、ちょうどサンプルが、野田総理が出てたっていうね、デモの時に Who is the Prime Minister of Japan? 日本の総理大臣誰だっていうデモをやられてですね、そこで野田佳彦が出てきた。要は野田佳彦っていうふうに検索、野田総理の名前で検索しなくても日本のプライムミニスターで検索かけると、野田総理が自動的にこう検索に引っかかってくるんです。野田ってキーワードがなくてもかかってくる。そういった感じで、ちょっとよりこう人間がこう知りたい内容に近いものを引っ張ってくるようなですね、検索の技術っていう、そういったものが紹介されました。それから、Google Now ですね。これは Google の、サーチのところですね、スマートフォンを開くと上にサーチの部分があるかと思うんですけど、そこのところをですね、画面を開いたりするとですね、まさに Now なので今自分がいる近隣の情報とかですね、そういったものを、自動的に収集してきて集めてくれる。でこれですね、今日本でですね持って帰ってきて Google Now を開くとですね、残念ながら周辺の情報が何も出なくてですね、
あのちょっと悲しい感じになってるんですけど、ですね、ですね、やっぱりですね、見えないかもしれないですけど、自宅まで42分とか、あと僕の予定、日本アンドロイドの会の定例会が8時に始まるよ、それぐらいしか出てません。でですね、これサンフランシスコで 見たときはですね、次の電車、自分がいる場所の一番近くのバス停から次に出るバスとか、次に近隣の駅から出る電車の時間とかですね、そういったものがこうバババッとこう並んで出てたんですけどね、残念ながらまだちょっと日本ではダメなのかなと。それから、続いてちょっとAndroid から離れて、Android の周りを取り巻くプラットフォームのお話もちょっとさせていただきたいと思います。まずは Google Play ですね。これもちょっとですね、Android のバージョンアップリに伴って、新しく、なっております。新しい機能をちょっと搭載してまして、まずちょっと大きく2つ、機能がですね、盛り込まれてまして、1つは APK が暗号化できますよっていう話。これはですね、それぞれの端末ごとに、暗号化された、端末向けに暗号化された、APK をダウンロードできるようになります。これによって、商用のですね、アプリケーションとかそういったものをプロテクトすることができますよ。で、端末向けに暗号化されてますので、その APK 引っこ抜いて他の端末に入れたからといって、他の端末でそのアプリが実行できるわけではないという、そういうことになります。で、こちら、括弧で下に書いてますけど、ジェリービーンが、対応するようになりますので、することができるようになりますので、まだちょっと一般に普及するにはちょっとまだ先なのかなと。それから、次にスマートアップアップデーターですね。これは差分アップデートの機能でして、これはジンジャーブレッドから対応できますので、すぐに、適用することができると思いますが、アプリのバージョンアップをするときですね、これまで APK のパッケージ丸ごと全部ダウンロードしていて置き換えていたかと思うんですけど、それが差分で取れるようになりました。必要な分だけを、アップデートが必要な部分だけを、ダウンロードしてインストールするようになることで、回線のちょっと貧弱なところとかではですね、割と、快適に、アップデートがかけられるようになるかと思います。でもう一つ、Android をちょっと取り巻く環境でですね、C2DM から、JCMA と書いてますけど、C2DM、プッシュ配信のサービスですね、こちらの方が、GCM、Google クラウド見据えサービスかな、こちらのサービスがちょっと名前が変更されて、少し機能が改善されています。で、管理画面、今まで認証キーを取ってきてっていうような感じで、C2DM ですね、使ってたのが、管理画面の方から、GCM のですね、管理をできるようになりました。でそれから送信数の制限とかですね、そういったものが、なくなりましたので、これ今すぐもう完全に移行しちゃったわけじゃなくて、C2DM のサービスもまだ動いているんですけど、これはいずれ、全て GCM に置き換わるような感じで、移行されていくということになるかと思います。それからちょっと続いて、話がちょっと変わるんですけど、今度はAndroid デベロッパーズ2、これは開発環境ですね、の、お話をちょっとさせていただきます。ちょっと時間が押してきたんで。開発環境の、これも R20、リリース20が、リリースされました。で、どういったところがちょっと改善されているのかといいますと、まず、エミュレーターが改善されましたよ。これはパフォーマンスが良くなったということと、あと、ハードウェアエミュレーションの機能が盛り込まれて、テレフォニーのサービスをエミュレートする、DDMS とかエミュレーター、それから、カメラ、今までカメラってなんか変な画面でしたよね、エミュレーターで見ると。でそれが、ウェブカムの画面をエミュレートして、カメラとして使えるようになりました。でそれから、センサーとかマルチタッチ。というのは、接続デバイスですね、USB でつないだデバイスから、取れるようになりましたっていう、こういったところがですね、よりち
と、まあ、テストがしやすくですね、エミュレーターの方が改善されています。で、開発環境の方もですね、保管機能とかテラチェックとか、そういったところが、非常に使いやすくなっている。と、あそうか、開発環境、画面の方ですね、ちょっとこれ、後ほどお見せしますけど、改善されているところがあります。とね、新しいツールということで、こう発表されたこれスライドそのままなんですけど、先ほど申し上げたような内容が発表されています。で、まあ、プロジェクトのセットアップのところですね、こういったところも、ちょっと新しい機能が盛り込まれています。画面、これがちょっと面白いなと思ったんですけどね、結構インパクトありますよね。画面のサイズとか言語の違う画面っていうのをいっぺんにバーッと表示して、テストできますよっていう、こういうことができるようになってます。 Android ならではというか、ちなみにこれですね、このちっちゃいところここ見るとずっと国旗がついてるんですよね。なんかね、今こういったところで、これいいのはですね、これの素晴らしいのはこれ、どれか1個に触ると他のも同じように反応して動いてくれる、みんな一緒に動いてくれるという、そういった機能を持っていまして、非常に良かったと思います。で、これを発表された、セッションでもですね、これ見てみんな、わーってなんかすごい喜んでんですけど、まあ、開発環境が良くなってわーって喜んで、どんだけなんか今まで不遇な環境で開発したんだっていうのちょっと、そのところもあるんですけど、たっぷりとちょっと、まあ、駆け足で、全体のオーバービュー、今ちょっと申し上げたような内容ですね、こちらの URL をちょっとざっと上げてますが、こういったところにちょっと詳しい情報が記載されてますので、ぜひチェックされてみてください。でこちらの資料は先ほど申し上げました URL も上がってますので、よかったらご覧ください。あと、会のウェブサイトの資料のところに、貼っておきましたの でそちらからもご覧になりますので、日本 Android の会のホームページから、アクセスされて、最後にちょっと、もう時間が押してますが、新デバイスの話をちょっとだけさせていただきます。発表されたのは Google Glass Nexus 7 Q Chromebox っていう感じですね。Nexus 9、ちょっとかっこいい感じなんですけど、最短の支部で開封の位置でやりました。僕は未開封のまま持って帰ってきてですね、自分でも見てないものをみんな支部のみんな20人ぐらい集まってですね、開封をしたんですけど、Q 使えませんでした。NSC からですね、Google Play に接続して、Nexus Q をコントロールするアプリの画面まで行ったんですけど、ダウンロードのアイコンがなくてですね、ダウンロードできないっていう、ちょっと寂しいことになってしまいまして、どうもネット上の情報では、アメリカの新聞が新聞を差しておけば、いけるとか、そういう話がちょっとありました。でどうもですね、これ、NFC で、Google Play の URL とかですね、をアドレスをやり取りして、スマートフォンのできるのコントローラーをダウンロードしてあげて、で、まあ、この本来ならっていうところですね、アプリをダウンロードしてあげて、でそれで Bluetooth で自動的にキューとペアリングしてくれるらしいんですよね。で自動的にペアリングされて、そしたら今度は自分が、自分の端末の中に持っているですね、プレイの楽曲とかですね、YouTube の動画とか、そういったものをですね、キューに送って再生できる。らしい。まだ、らしいということで、ちょっとこれは、まだリトライしなきゃいけないなと思ってるんですけど、こういったものですね。で、面白いのは、このキュー自体はですね、Google アカウントを自分で入れて、ログインしたりとか、そのキュー自体が誰かの Google アカウントを持ったりとか、そういうことはどうもしないらしくてですね、要はみんなの端末からポン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 曲とか、まあ、ジュークボックス的な使い方ですね、ポン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 作り込んでとかですね、そういったことができるんです。であと Chromebox も開封したんですけど、これ、まあ、特にですね、申し上げる、ただまあ非常にネットだけやる分には非常に早くて快適でですね、これはいいマシンだなと思います。僕今ですね、個人的にはこれ Chromebox は自分の家のベッドルーム端末になります。
で、まあ、あのネットをちゃちゃっとチェックするのは非常にいいと思います。はい、ここまでちょっと私の方からの報告になります。で、これアフターアワーズというあの初日のですね、1日目が終わった後、Google、あのこの会場でですね、あのキーノートをやった会場でパーティーが開催されます。でこういう様子で非常に楽しいパーティーでした。で、下に左下にちょっとありますが、今日のアフターアワーズもぜひご参加くださいということで、あの今日はあのこれからあと懇親会ございますので、まだちょっとあの席に余裕がありそうですの で、もし来れてない方はですね、ぜひあのこの後あの懇親会にも遊びに来ていただければと思います。でちょっとあの受付のスタッフ等にですね、懇親会に参加したいということであればあの声掛けいただければと思います。では、私からのお話は以上になります。で、ちょっとですね、ここから、掘り下げたお話っていうのは、班長の方に引き継ぎたいと思いますので